ケイチョンチャンネル、ケイチョンチャンネル始まるよ。パラッパラーパラッパラー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 。はいはい、よし。いやどうすか。あのね、体調はねすこぶるいいんだけど、暇だね。名古屋のラジオと宮崎のラジオ、はい、全部ここで喋ってますからね。この携帯で。ああ、なるほど。もう行かない。行かないで。宮崎名古屋に行かない。宮崎名古屋に行かないで。うん、YouTube ここでやって。YouTube ここでやって。在宅芸人ですよ。本当そうですね。Twitter見ましたけど。え、うん、Zoom 飲み会。あ、そうなのよ、ズーム飲み会、リモート飲み会っていうの、はいはい、それちょっとこれでやったんですよ、はいはい、3時間ぐらいやったのかな、はいはい、まあ一応ちょっとみんなでやってみたのよ、軍団山本みたいなので、はいはい、そしたらね、なんかね、意外とみんな乗り気になったというか、はいはい、こういうの面白いっすねみたいな、みんなほんと暇してて。暇なんだな。そうだね、もう2週間何もしてないとか、家ずっといるとか、まるまる2日間子供とみたいな中で、私は一人ですから、そうか、まあ一人で粛々とって言ったら、うん、なんか、じゃあ軍団山本でなんか YouTube のチャンネル作りませんかみたいな、へ、そんな話にまでなって、で、じゃあいや俺はもういいよ、任すよ、任せるよみたいな、うん、ことにはなったんですけど、まあ一応なんかね、ほうほう、やる方向で話が進んでます。それ言っていいんですか。いや、いいで、あのね、実はもう言っていいかわかんないけど、アツシさんに怒られません。まあでもそんな真剣にはもう怒らないんでしょ。いいおじさんに対しておじさんたちが、いやそれダメですよ言っちゃうみたいなことになんないでしょ、なんとなく、うんうんうん、ああ言っちゃったんすか、ああそれもうちょっとねとかっていう、それは叱られてるっていう俺は感情ないから、もうこれ見たら分かる通り料理作ります。だいぶ長かったけど、長かったですね、もう10分経ちました。うん、しまったな、ちょっと少ないかもしれない。いや、少ない目でいいと思いますよ。山本さんいつも、山本さんちゃう、ケイちゃんいつも多いんで。そうかな、もう明太たらこよ。明太たらこ、それで切るんですか。いや、これ切らないと。へぇ、もう一回全部出さない。心配なかった、これ結構ある。めっちゃある。ものすごい量になります。お明太パスタですか。あ、そうです。もう明太パスタ誰でも好きでしょ。でもちょっとケイチョン風は入ってるんですか。当たり前でしょ。ケイチョンの素を入れますよ。気持ち悪いな。ケイチョンの素気持ち悪いですよ。何がですか。少なめで。多いっすね。まあうるせえな。いや、山本さんは一人ぼっちでね、楽しいと思うんで、お話し相手に言ってあげてるんですよ。だって普段喋らないじゃないですか。一人で？ああ、喋ってます、一人で。実は一人でもこんなペースで喋ってんだよ。どんな感じですか、ちょっと。あーとか言いながら、これめちゃめちゃうまいとか言いながら。へえ、そうなんですね。そうしたらあれですかね、岡村さんとかもやっぱそんな感じなんですかね。岡村なんて絶対そうだ。 あいつは絶対喋んない。どっちですかね、一人で。あいつはもう喋んない。あいつなんか、うん、もうほんとコンビニにある小さい冷ややっこ、わかる、1個ぐらいですか。わかる。冷ややっこ、かつお節と出汁がついてるんですね。うん、うん、はいはい、多分それだけでいいと思う。それとなんかハイボール。でも生クリームです。とりあえずいいかな。そうそう、もちろんですよ。
それマーガリンですね。うん、バターマーガリン。これだけですよ。大葉、大葉好きですよね。大葉好きなんだよ。大葉とかみょうがとか、うん、大葉とかみょうがって、うん、意外や意外使わない人は全然使わないけど、そうですね、使う人はめっちゃ使うじゃん。ペッパー、ペッパごま油を、はい、で和風みたいな感じしたらどうかなって。なるほど。それが慶長のものですか。これは慶長のものじゃないですか。そう、うわ結構、うわこれはまた、はい、これこれ濃厚だ。これはまたハイカロリーですよ。これ多分これ濃厚だわ、ね、うん、ちょっと味見だけですね。味見見てんだよ。うまい。いやうまいでしょうね、うん、これは。これ最後ケイちゃんのもと入れるから。ケイちゃんマジっすか。これいっちゃいます。うん。ああこれはなかなかに。揚げ玉。うん。揚げ玉ボンバーですよ。揚げ玉入っちゃった。うわこれ。ケイチョンの元なら長谷園ですよ。はいできた。やりました。はい、これ、名前は？タラコパスタ。タラコパスタ。ケイチョン風。ケイチョン風タラコパスタですよ。いいですね。うん、まあそうだね。これうまいって。いいです。うまい。どうぞ。揚げ玉は聞いてます、うん、あのね、うん、揚げ玉をもうちょっと後に投入してもいいかなって。でもね、ちょうどこの揚げ玉っぷりが、うん、俺らみたいなちょっと恰幅のいい人たちには非常にいいアクセントなので、この大葉もいい。あー大葉がいい。うまい。うん、うん、どう？和風っすね。そうでしょ。やっぱごま油で一回あえといて、やっぱめんつゆだから、あれでオリーブにすると、うん、オリーブ油とかでいっちゃうと、うん、この和風っぽいのが出てこなくなる。いいんじゃないこれ。でもタラコパスタっすね。タラコパスタだなっていう。そりゃそうだろ。あんだけタラコぶっこんでんだから。いやー食ったね。いやごちそうさまです。うん。まあ、ちょっと量的には、俺もうちょっと多い方がいいかなと思ったんだけど。いやいやいや、もう。ちょうどいい。もういっぱいですもん。はい。あと、もうワンテイストあるんだ。もうワンテイスト、もう一品作れる料理が、パスタあるんだけど。いや、俺が考えてるやつが。正直、パスタじゃない方がいいですかね、もう。パスタ飽きました。でももう一品考えてるのはパスタだから、それまでは、うん、だから、うん、明日まあこういう時だから
そうですね、うん、なんかこういう時だからこそ、うん、もちろんレパートリー増やしてください。じゃあチャレンジしたことないやつとか、うん、餃子作ってみるとか、あシューマイとかできればやっぱり、あのなんかそう 俺手の込んだのが嫌いだから。いやだから、いやだからこんな時だからこそ手の込んだのやったらどうですかっていう提案です。考えとくあのちょっとこのチャンネルを見てる人たちのね、あの意識調査というか、ほうどこでこのチャンネル見てますよっていうのをちょっとコメントに書いていただきたい。何々県何々市で見てますみたいな、何々ですみたいな、はいはいはい、これ世界からとかでもね、はいはい、書けるわけじゃん、はいはい、例えばどっかアメリカのどこどこでとか、オーストラリアどこどこでとか、はいはい、韓国でとかタイでとか、なんかいろいろそういうのね、ちょっとね、あーっとそれをこう飲んで見て、こっちもモチベーションにしたい。やっぱ海外嬉しくない？海外で見てます。あ、海外で出んだ。チャンネル登録よろしくね。チャンネル登録よろしく。